セベクネフェルは、古代エジプト第十二王朝の、第八代ァラオ。アメイエムハト四世の没後に政権を握り、約1500年ぶりの女性のエジプト支配者となった。セベクネフェル自身は、アメイエムハト三世の娘だったと考えられ、アメイエムハト四世の異母兄弟の可能性があるが、アメイエムハト三世と四世が親子関係にあったのか、どうかははっきりとわかっていない。また、 アメイエムハと4世がセベクネフェルと結婚していた可能性もあるが、それを支持する証拠は見つかっていない。セベクネフェルについて書かれた記録はほとんどなく、当地の実態はよくわかっていない。しかし、女性が王となるという事態は当時としてはかなり得意なことであり、後継者をめぐる何らかの問題があったことを示唆している。実際、彼女の死をもって第十王朝は、 終焉を迎え、新たに第13王朝が創始された。王朝の交代は大きな混乱を伴うことなく、スムーズに行われたらしく、第12王朝が確立した国家制度は第13王朝に受け継がれている。エジプトの統一はその後も一世紀余りにわたって維持されたが、全王朝が築いた繁栄は急速に失われ、文字資料も建造物も,も目立って減っていくことになる。 ありがとうございます。